小林大吾は、静岡県富士市出身のプロサッカー選手。ポジションは MF。US セル、プロフェッショナルリーグバーミンガムレギオン FC 所属。2004年11月13日、モデルの佐藤綾花と結婚した。清水商工時代から佐野雄也と共に知名度があり、卒業後東京ベルディ1969へ入団。翌年からは、チームの主軸として、カッたる、 レギュラーポジションをつかむ。さらに、ユース代表に選出され AFC ユース選手権2002では準優勝。翌年の 2003FIFA フフワールドユース選手権への出場を果たした。2004年には第84回天皇杯優勝の立役者として活躍。しかし、2005年にベルギーの J に降格が確定。その直後は、 必ず一年で J1 に復帰しますと決意を口にしていたが、その後のフロントの対応に不信感を抱き、共に戦ってきた選手たちが解雇されたり、チームを離れなければならない状況になり、僕たちはチームに本当に必要とされているのか、わからなくなってしまいましたと、自らのブログにて悩んでいる心境をとろ年をまたぎ2006年1月に、大宮アルディージャへの移籍を決断した。 また遺跡発表後、自身のブログに遺跡に対する批判や抽象が、相次ぎブログを一時閉鎖した。2006シーズン開幕直後、トップ下で、ゴールアシストを連発し、攻撃を牽引するなど、さらに才能を開花。この大宮での活躍で、日本代表のイビチャオシム監督にも注目され、A 代表に初選出。8月9日の大トリニダードとバコ戦で、 A 代表デビューを果たした。その後は、コンディションやチーム状況により代表には呼ばれていないが、技術の高さは秀逸誠実な人柄が出ているブログは、多くのファンに支持されている。また2006年、2007年と2年連続でジョも、オールスターサッカーに出場している。2009年1月、ノルウェー一部リーグのスターベックから獲得の正式オファーを受け、 29日からスターベクの練習に参加。2月2日にスターベクへの1年間のレンタル移籍が発表された。日本人で最初のノルウェーリーグ選手となる。ノルウェーでは持ち前のテクニックで攻撃的 MF のポジションを獲得し、CL 予備戦では FC コペンハーゲン、UEFA ヨーロッパリーグではバーレンシアなどの競合チームとの対戦も経験した。これらの活躍により、 スタバエクへの完全移籍は確実と思われたが、スタバエクの財政難に加え、小林の年俸が高額なためこれを断念した。2010年1月27日にリシャスーパーリーグのイラクリス、テッサロニ KFC への移籍が決まった。これは移籍金の発生しない自由移籍で、契約期間は18ヶ月間。2011年の夏までとなっている。 同年2月14日のパニオニオス戦に89分から出場シリーグ戦初出場を果たし、終盤にはウィンガーとして定位置を確保した。2011年、清水エスパルスへ移籍。日本でのプレーは3年ぶりとなる。清水では背番号10を託されるなど主力として期待されていた。しかし、治病の腰痛が思わしくなく、 開幕から出遅れると復帰後も途中出場がほとんどであった。シーズン中盤さらに腰痛が悪化したため、腰痛の感知を目指し手術に踏み切る。結果、残りのシーズンをリハビリに費やすこととなる。2013年1月、メジャーリーグサッカーのバンクーバーホワイトキャップスへ完全一席。バンクーバーでは30試合に出場しに得点を記録したが、 契約更新には至らず2014年2月26日、ニューイングランドレボリューションに加入した。2014年はレギュラーとして活躍しており、2014年12月7日に開催された MLS カップ決勝戦では後半途中から交代出場した。2018年から US セルプロフェッショナルリーグのラスベガスライズ FC に所属している。 その他の公式戦、その他の国際公式戦、ありがとうございます。